はい、皆さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。さあ、気になる男シリーズ第42話の後編ですね。3本目です。第42話の後編、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回第42話でこの10個のキーワードに沿って進めていったんですけれども、前半、中編とね、進んでいって、ようやく今度は後半戦ですね、後半戦。後半はこの動画本数、一人家族理屈じゃないっていうね、やっとこの理屈に合わない、それでよしっていうところが使えて、初めはこれ、もともと一本の動画にしてたので、一本のスライドにしてたので、そのスライドを今度3分割して、なんか無理やりこう 分けたりしたんで、やっとここが使えたなと思って、もともとこれだったんで、これを全部こう分割するときに分けたりして、なんかいろいろやって、ようやく、まあ、こんな形になったんですけど。はい、ということで、じゃあ動画本数の話からいきましょうかね。動画本数の話。いきなりね、いきなり塾生さんの言葉ということで、これも対談前してたのかな。塾生さんと対談した時に、言ってたこと、まあ、お話しされてた言葉があって、もう、結果報告かな。結果報告を聞いてた時に、もう絶対言ってたのが、もう宣言、きっとこの塾生さんも意識してたと思うんですけど、まずはともかく100本撮りますと。もうこれもね、絶対口で、口、動画、あ、まあ動画でいつも結果報告をしてもらってたんですけど、まあこの塾生さんは動画で結果報告をするっていうのがスタンダードな方だったんですけど、本当にまずは100本、ともかく100本撮りますと。100本取ってから話はそれからだみたいなね、話をいつもしてたんですけど、ああ、意識高いなと思ってて、本当に、本当にやっぱ、だからやっぱりその見るべき視点がやっぱり違うんですよね、なんか、ああ、違うなと思って、思って。で、結局その100本取りますって言った後ぐらいかな、100本取り終わった頃だったのかな、まあそれぐらい、後に、今、あとはもう自分でこう進めるようになって、もう現在はね、今はその覆面 YouTuber 大学っていう形で、もう人にも教えるようになったんですよね。だからもう完全に、まあ卒業って言い方はあれですけど、もう本当にうちの塾生さんからね、新しく YouTuber のまた塾を開いて人に教えているっていう状態になってくれてるんで、本当にすごいなというか、こういうこと起きるもんなんだなっていうところは体感していて、やっぱり、まあ、自分の教えがっていうわけじゃないですけど、ただ、まあ、スライド動画ですよね。スライド動画で、まあ、YouTube を、こう、扱っていくっていうことを、まあ、YouTube で動画を作るっていうことをメインで教えてたので、まあ、それをね、できる人が一人でも二人でもできると、まあ、もしかしたら人生変わるかもしれないんでね、本当にそれっていうのはやっぱり、まあ、自分一人じゃもうできないとこなので、自分一人だとやっぱりどうしたって抱えれる人数なんて決まってしまうので、それも結構今一人一人ちゃんとやっているんで、やっぱつまずくところってやっぱつまずいところの当初ってやっぱどうしても大変なので、そうなってくるとやっぱ多くの人数って見れないんで、逆にでもそこをクリアできると、あとはスイスイ行っちゃうんで、だから本当に初めの1、2ヶ月が勝負なんですよね。だから対談した他の塾生さんとも対談した時に、この初めの1、2ヶ月だけしっかりやりきれば、もうあとは自分でできるっていうことだったんで、もう本当にそこの1、2ヶ月が勝負っていうところなんで、そこだけがっつりしっかりやれると非常に、まあ、こういうことにもつながるので、本当にその未来は明るいかなと思うし、いろんな魅力が詰まってるのが YouTube なのかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、そしてこの久保さんが1万本を超えたあたりに1億円超えたよっていう、まあ、お話もされてたんですけど、まあ動画を作るのって結構地道な作業だと思うんですね。その動画編集が難しいとか、動画が、なんだろう、動画を撮るのが大変とか、動画編集とかいろいろな要素があるかもしれないんですけど、それを一切抜きにして動画を1本作るっていう、単純にこの動画1本1本を積み重ねるっていうのはやはり、まあ地道な作業なんじゃないかなと思う。それはその編集しなくてもですよ。きっと編集しなくてもだと思うんですけど、ただこの地道な積み重ねっていうのができているなら、まあ、いろんなことできていくんじゃないかなと思ってて、今まで動画を撮るっていうことってあまりしたことないし、自分もあまりしなかったところだったので、まあ、そういうそれに対して一つ一つ積み重ねていくっていうことをやる。まあ、今までの働き方、まあ、お金を稼ぐっていうところで動画を始めたんであれば、本当にお金を稼ぐために一本一本積み重ねていくっていうことをやるっていう、
っていうことは本当にその、まあ、動画の本数と収入っていうのは完全一致しないかもしれないんですけど、やっぱり一つ思うのは、やっぱ動画を、お金を稼いでる人、YouTube でお金を稼いでる人に共通するところは、自分がこれはっていうところがあるんですけど、やっぱこれはここですよね。もう稼いでる人は動画の本数がやっぱ多いよねっていうね。まあ、ちょっと、なんか言わせてみたかったんで、ただこれを使ってみたんですけど。やっぱね、これは共通してるんじゃないかな。逆にそのチャンネルで、その動画本数が少なくて稼いでる人っていうのも他のチャンネルきっと持っていて、で、新しくチャンネルこさえたみたいな感じなので、まあ、全然違うんですもん。違うんですよね。見た感じ。あ、この人も他のチャンネルでやって新しく作ったなとか、どん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 量産してるなっていうのはもう、やっぱ見た人は大体わかるので、やっぱそういう意味ではやっぱりこの積み重ねがあった上でのところはあるのかなと思ってて、だからこそやっぱりこの動画の本数と収入は完全に一致しないかもだけど、まあ地道なこの積み重ね、まあ結構地道だとは思うんですよね。うん、まあ慣れてくればそれはできるんですけどね。だからその積み重ねがまあできる、こういうことができるようになると、やっぱりその、まあ稼げるようになる。そしてまあ動画の本数はやっぱ多いですよね。どうしたって。普通にだってやってるんだからっていうね、いうところあるので、まあこれは、なんかこれが単純に言いたかっただけなんですけど、これをただこの子に言わせたかったかもしれないです。単純にこういうことを言わせたかったためにここに持ってきたような気はしないではないんですけど、まあ、そういうことかなと。まあ、ここは普通にあり得るとこかなと、もし納得非常にできるんじゃないか。やっぱやり込んだ人はね、なんだってやり込んだ人はやっぱり強いなっていうところはありますよね。はい、続いて今度は一人家族のお話に移っていきます。一人家族。これは久保さんからお話を受けて、あ、一人暮らしも家族ですよって言われて、あ、そんな考え方もあるんだっていうところの、まあ、衝撃ということじゃないですけど、新しい考え方を発見する、新しい考え方なところかなと思ってて、でもよく考えたら、まあそういうこともあるのかなと思って、まあこれ、いきなりなんだっていうところなんですけど、これ画面の奥でこう AI が喋ってるっていう、まあこれ漫画だったかな？これアニメかな？アニメの世界、ちょっと名前、タイトル忘れちゃったんですけど、まあこれ何かっていうことも、まあデジタルデータ、まあ生身の人間の記憶だったりね、その記憶だったり、いろんなものをデジタルデータに変換して、その記憶をもとに、まあ、動いて、まあ、どんどん自分で学習していく AI っていう、まあ、この明確な自我を持って人間との会話を、まあ、自然に行われるみたいなね、まあ、そういう設定のお話だったんですよね。なんで、まあ、この人ですね。この人は基本的にその生身の元々の、まあ、これ設定としてはもともと生きていた人間だったんですけど、まあ、ちょっと不慮の事故、何かしらでしょう、亡くなってしまったんですけど、そのデータは全部もうデータ、あら、デジタルデータとして取ってたんで、それをパソコンにインストールして、生身の人間としてここで喋らせるようになる。で、微妙に人格はちょっと違うんですけど、その人格をほぼ引き継いで成長してるみたいなね、設定なんですけど、なんかこう、生でもなく死でもない、まあ、狭間の死んだのは、まあ、生きてるか死んでるか、生きてるとか死んでるとか、そういうの概念がまあ、なくなっちゃってるっていうところなんで、ここではもうデジタルの世界なんで永遠に生き続けるっていうところなんですけど、本当にこの、今って本当生身の人間でもパソコン越しで喋ってるじゃないですか、みたいなね、いうところもあるので、あ、確かにその無理して生身の人間を家族としなくても、まあ、こうやって、まあ、こういうこともできる時代だとは思うんですね。まあ、今はそういうテクノロジーはあっても、一般の人間には降りてこないので、まあ、これはどうしたってできないんですけど、できてるところはできてると思うし、ね、扱えてる人は扱えてると思いますんで、そしてここですよね、まあ、久保さんが言っていたこのドールちゃん このお話もしてくれたのかなと思うんですけど、本当に、まあ、今のテクノロジーをもってすれば、その感情プログラム、その人間の持ってる全ての情報っていうのをもう情報を抜き取って、それをパソコンにぶち込んで、であと 3D プリンターって出力すれば、まあ人ってできるわけじゃないですか、正直。いくらでもクローンなんて作れるんで。だから自分の分身なんていくらでもね、3D プリンター使えばできるんで、今の時代ね。まあその技術は降りてこないですけど、自分たちには。なんでまあこういうところですね。ラブドールかな？これはどっちかと、ちょっとラブドールで調べていったらこういうのが出てきたんですけど、まあ、こういうのもまあ、お金があれば手に入るわけじゃないですか。まあ自分はあんまりこれ欲してないんですけど、ただこういう需要があるっていうことは確か。あ、でもこの動画見たら、
いろんな動画見ていったら結構リアルだなっていうところが、まあ、あって、まあ、だからこういうのにお金を使っていくっていうのも一つの手かなと思うんですよね。無理してその生身の人間をこう家族としてしなくても別にこうやって、まあ、買えばいいわけであって、まあ、お金で解決するっていう問題もあるので、まあ、それが性に合ってる人もいると思いますし、だから本当にここっていうのはやっぱり、こういう生き方もあるんだなっていうのも、久保さんの話を聞いてね、一人家族って話を聞いて、あ、じゃあ一人家族ならこんなもん、こういうのを手に入れて、一人なんだけど、一人で楽しむってやり方はあるのか、とは思ったりもしたんですよね。だからちょっとね、自分は結婚した理由っていうお話もしとこうかなと思って、あんまりまあ求められてないかもしれないですけど、まあせっかくなんで話しておいた方がいいのかなと思っていて、まあ自分はその、まあ社会人になってまあ東京進出したと。まあもともと福岡の北九州かな、北九州のところにまあいて、そこからまあ東京に進出したっていうところなんですけども、まあもともとね、まあその、まあ、大学時代に付き合っていた彼女かな、がそのまま同じく東京に進出したんですよね。だから本当にタイミング、別々の会社に就職して、まあ、別々の会社でそのまま東京勤務って言い方がいいのかな、東京勤務になったんですよね。だからもともとその自分も面接とかも一緒に受けたったりした、就職活動も一緒にしてたんで、まあ、そこでその、まあ、もうこの彼女かな、が入ることになった会社も実際受けていて、だからそこで彼女は受かったんだけど、自分は落ちたりもしたりして、まあもともと興味なかったんですけど、で落ちたんですけど、で、まあその会社が、そう、まあ東京に本社あったのかな、まあ、ちょっとなんかいろいろあったんですけど、まあともかくその、まあともかくはその東京に、働くことになったんで、まあ、彼女の方が寮があったんでね、まあ、そこに転がり込むと、まあ、自分も寮があったんですけど、自分一人で生活したことなかったもんで、まあ、こっちの方が早いかなと思って、まあ、どんどん楽なところを選んだんですけど、で、まあ、その、まあ、なんやかんやで、まあ、3年間かな、新人から3年間は塾に、あ、塾じゃない、寮に入っていいよっていうところがあって、まあ、寮満期により、まあ、引っ越ししなきゃいけない。当然、まあ、自分もね、出ていかねえ、転がり込んでるんで当然出ていかなきゃいけないんですけど、まあ、引っ越しするんで、まあ、引っ越しするって言ったらやっぱり新しい家に住まなきゃいけないということで、またそこもまあついていったっていうか、転がり込むっていう考え方もおかしいですけど、まあ一緒に住むことになったんですけど、いや、まあちょっともう1年新しい家を借りて住んでたんですけど、これまああんま意味ないかなと思ってて、本当に。多分その会社の寮だったらちょっと結婚するっていうのは寮的にまずかったんですけど、まあなんか新しく家借りてるなら別にいいし、ね、どうせ一緒にいるなら意味ないなと思ってて、じゃあ結婚するかみたいなところもあったりして、あとはその、まあ、ちょうど社会人5年目でか、いろいろこうやってきたところで、まあ、ちょっと何かを変えたかったっていうところが、ちょうど28歳だったのかな、まあ、この後30歳になって子供が生まれてわちゃわちゃして、まあ、今になるっていうところなんで、あんまりこうそんなに語るべきところがあまりないんですけど、まあそういうようなところだったかなと思って、本当にこの一人家族っていう考え方っていうのは本当に、ああ、ちょっとここ、一人家族、あら、ここか一人家族っていうのはちょっと本当に新しい考え方だったかなとは思ってるんですけどね。まあ自分はもうそのままね、ストレートでなんか行っちゃったんで、なんか流れのまま行っちゃったんですけどね、本当にずっと、もし一人だったらずっと一人だったんで、またそういう世界もきっとあったんだなとは思ったりもするんですけどね。はい、ということで最後理屈じゃない、あ、ごめんなさい、理屈じゃないっていうところですね。最後この話をして終わろうかなと思うんですけど、まあ感情は理屈に合わないと。やっと言えたなみたいな。やっと前半、中盤、後半までやってきて、やっとここの話を、まあずっとこの話をね、聞いてからは、久保さんの前回の話を聞いて、これは絶対言いたいなっていうところがあって、まあその、要は理屈に合わないっていうところですね。で、ここで、まあアダム・スミスの幸福論っていうところをいろいろ調べてたんですけど、いろいろ言ってるんですよね。いろんな人が、まあ結局、まあ幸せになるためにって、なんでいきなりその幸せになるかっていうと、やっぱりその理屈に合わないけれども、やっぱ幸、これ多分幸せになりたいっていうところがあるような気がしてて、根底には。やっぱり、こうやった方がきっと安全なんだけど、やっぱり自分はこういう方が自分の幸せだみたいなところですよね。
で、やっぱりそこって、まあ、この動画の中でもかいろいろ言ってたんですけど、まあ、自分が一番この動画の中で、これアバタローさんですね。なんか本要約チャンネルをやってるアバタローさんが、まあ、話してたやつなんですけど、その自分を過小評価しない生き方、まあ、そこが本当に、大事なんじゃないの？みたいなことを言ってて、まあ、そこだけが自分の響いて、他のことはそうよくわかんなかったっていうところなんですけど、まあ、自分がこの満足できる生き方をできるっていうところ、いいのかなと。だからこれやっぱり理屈に合わないと思うんですよね。だから本当に。こうやった方が他人がいいよ。で、ロジカル的にこういう、こうやったらこうやったら絶対幸せになるだろうって言われても、やっぱりその、自分が満足できなければ満足できないと思うんですよね。だからその自分の満足度っていうのはやっぱりしっかり、なんか満たしていくっていうところがまあ大事かなと思って。でもやっぱり自分のその満足度を満たすためにはお金っていうのは絶対必要な、不可欠なので、まあ、このね、今の時代って本当に YouTube を使ってマネタイズする仕組みがある。本当にこれは自分はすごく、まあ、ありがたかったかなっていうところで、初めはどうやってそのなんだ、ネットからお金を生むかっていうのがよく分かってなかったところもあって、で、一番これ小難しくないと思うんですよね。YouTube を使って誰かが見てくれて、それでお金が入るって。まあ、それはブログも一緒なんでしょうけど、ただやっぱりその動画を作ってる人って、まあ今の時代でも本当にそんなに多くないと思うんです。みんながみんな会社員、周り見渡して全員が全員動画作ってるわけじゃないとは思うんで、本当にこのマネタイズする仕組みがあるっていうのは本当に、なんか、ああ、よかったなと思ってて、うちの父親が生きてる時代ではそんなことできなかったので、もう会社に行って、ただ会社で仕事して、もし残業、お金をもっと増やしたかったら残業するしかなかったので、その2択しかなかったので、まあ、今この仕組みがあるんで、ああ、だからありがたかったなっていうのはすごいあって、まあ、最終的にね、どういう人生を送りたいかっていうのは人それぞれなんですけど、まあ、こうやってね、まあ、ちょっとおじいさんになって、なんかゆっくりこうやってできるような、になればいいのかなと思ったりもするんですよね。だから体が動けばね、他のことすればいいんですけど、徐々に徐々にやっぱ体も動かなくなってくる時が来ると思うので、それまでにね、まあ、いろんなことをやっていって、最終的にこうやってまあ、最後、余生を過ごす。これ何歳後なんだろう？ちょっとわかんないですね。もう、この白ひげになるまで、どんな、何歳になるかわかんないですけど、まあ、明らかに体は動いてないんですけど、まあ、ちょっと楽しそう。まあ、最後の人生を楽しんでる感じがするんで、まあそうなるためにも、今体が動いてるうちに、まあいろいろできることはこうやっていくと、まあ非常にいいのかなと。最終的にですね、だから今は大変かもしれないですけど、やっぱりいろんなことを自分を過小評価せずにですね、自分を過小評価せずに、今自分ができることっていうのを幸せに感じながら、そしてまあ満足できる生き方っていうのをやっていけると、自然とこの、いい人生を送れるのかなと。で、マネタイズが、まあね、わかんない時はこの YouTube を使えばマネタイズできますんでね、普通に。まあ、この仕組みっていうのは普通にあるので、まあ、これ使い倒せるとすごくいいのかなとは思ったりもいたしますね。はい、ということで、ようやく第42話後半、これで全部のお話ができて、前半、中半、後編という形でお話しすることができました。ありがとうございました。結局ね、10個のキーワードはそれぞれ独立してるような話もしますけど、まあ、すごく全部自分も話せて、まあ、良かったなと思ったところですね。余すところなく。はい。というところで、気になる男、第42話はですね、これにて終わろうと思います。ありがとうございました。そして久保さん、次は第43話ですね。第43話、よろしくお願いいたします。ここまでは覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。